こんにちは、ひろちゃんです。今日は人参についてのコメントをいただきました。人参を巻いて発芽はしたんですが、ごぼう根といいますか、根が細いままになります。どうすればいいのでしょうか、ということですが、人参結構発芽した後肥料がいると思います。最初から肥料たくさんあげると腐りやすいですので、発芽してから追肥で補っていくというのが大事ではないかと思います。水代わりに液肥をやったり、肥料をまいておいて水をかけたりしながら追肥で補っていったらどうでしょうか。ありがとうございました。2個。